モロナミンシーホーロ看板、大村コン、1931年11月1日帯は、日本のコメディアン、俳優。兵庫県神戸市長田区東市議町を生まれ。血液型は、大型。4人兄弟の長男。昭和30年代を中心としたテレビ例名機の、軽演劇で、爆発的な人気を得て、コンちゃんの愛称で広く、大衆に親しまれた。 大阪府美濃市在住。兵庫県神戸市長田区東知り池町出身。神戸市立第一機械工業学校卒業後、神戸のキャバレー、新世紀の防衛などの仕事をしていたが、20歳前に肺結核にかかり、右肺を切除。医師からは、あなたは40歳まで生きられないだろうと告げられる。限られた命ならばと、亡き父の影響で好きだった喜劇の世界へ足を。 踏み入れることを決意する。1953年、大久保玲に指示し、司会の勉強をした後、1957年、大阪梅田の映画館、北野劇場専属コメディアンとして舞台に立つ。この時、東方専属で、北野劇場をはじめ東方系の映画館や、北区角田町の OS ミュージックホールなどで台本を、書いていた、コント作家、演出家こそ、 その後長きにわたり大村の出演作を生み出した花と箱だった。大村は林正之助の懇乱でごく一時期に吉本工業所属タレントとなったが、その時の林と大村との橋渡し役も花とが務めた。ただし大村は吉本工業との間でギャランティの問題が生じ、ごく短期間で吉本工業のマネジメント契約を終えた。 大村の吉本工業時代のマネージャーは後に同社の社長となる中村秀夫であった。元々の芸名は山冠のない大村コだったが台本に大村コと誤植されたのを大村自身や大久保が共に機に入り以後現在に至るまでそのまま芸名として使い続けている。三木の平からヒントを得たと言われるずれ落ちたロイド眼鏡と とぼけた芸風で黎明期のテレビに進出、佐川一郎、笹十郎と共に、やりくりアパートの学生役で人気を得る。その後、茶川、さざ、葦屋元之助、葦屋小岩らと共演した、番頭は、んとデッチドンでの、デッチの混末役で、さらに知名度を上げる。1959年、花戸が、東方から独立。元之助、昭願、弓安紗らと共に、 劇団、笑いの王国の結成に携わり、座長に就く。同年、笑いの王国が全面的に関わった、トンマ天狗の主役を務め、人気を決定づける。とぼけたキャラクターながら、飛躍を飲むと、抜群の剣の腕となり、左手だけの片手バットなど、毎回身軽で、トリッキーな盾を見せる大村の、おりょない南子は、当時の子供たちを中心に、 絶大な指示を受け、コンちゃんの知名度を全国区に広めた。もともと映画館の幕アイコントの演者に過ぎなかったが、テレビを通じて、髪型のお笑いを、中田大丸ラケット、藤山博美藤田誠らと共に全国に波及させるきっかけを作った。1963年、劇団内では、人気のコン、実力のガンノスケという2枚看板が成立していたが、ガンノスケは、 その演技力を評価されながらも二番手に甘んじている。ことへの不満などから、次第に、花とや大村と距離を置くようになり、やがて圧力を生む。大村とは、気が合う仲だった弟、昭願も兄に追従していった。また、主催者の妻として、看板女優の座に君臨する花との妻、弓あずさの応募など、座員間の人間関係の不協和音が表面化、し始めたことから、 花とは、劇団解散を決意する。1965年、日清ちびっこのドジマンの二代目司会者に抜擢。トンマ天狗や CM で得た、子供視聴者からの絶大な人気にも支えられ、4年間に、渡り、司会を務めた。ちびっこのドジマン終了後は、それを引き継ぐ形で1971年、日本テレビ、おはよう。子供賞の一コーナーとして、 こんちゃんのトンカチ歌自慢がスタート。こちらも4年半にわたる人気コーナーとなった。こうした子供向け番組、イベントなどにも多く関わっており、1970年日本万国博覧会、子供の祭りを演出、司会。1981年には神戸ポートアイランド博覧会で子供の世界の祭りの制作、演出、司会を担当した。 また、玩具メーカーエポック社のテレビコマーシャルにも出演して、子供たちに人気を博した。1970年、花との原作、脚本による、細腕繁盛期にいて、主人公、海王影から支える理解者の一人である板前、前蔵役で出演し、コミカルな演技から脱却し、渋い演技で新境地を見せた。1972年には花とが、 新たに結成した劇団喜劇に参加。再び劇団の主軸を支えることとなる。1974年、劇団主催者、花とと女優、星ゆり子の不倫問題が発覚。大村は、花とと同様に、花との当時の妻、弓にも恩義があり、妻、よう子も、弓と親しい仲であったため、板挟みの状態で、 花との行動を容認できない状況の中、苦渋の選択を強いられた。結局、花とに劇団滞打の申し出、駆け出しの頃から築き上げた花ととの、指定関係とも言うべき信頼関係は終わりを告げた。以来、主な活動の場を、コメディや司会から、俳優中心にシフト。ひ々とした持ち味以外にも、激しい気性の役どころなどもこなし、 演技の幅を広げながら、キャリアを積んでいる。その後は、情報番組のコメンテーターや、講演活動などもこなしている。1989年、58歳の時に、大腸がんを患っているが、内視鏡手術で切除。その日のうちに、午後は思いっきりテレビの生放送にも、出演している。テレビ結婚式妻、よ子との出会いは1959年7月。 陽子が、テレビ番組のオーディションでディレクターを訪問した際、たまたまその場にいた大村と目が合ったことが、きっかけだったという。二人の関係は、早くからマスコミが嗅ぎつけ、報道されていたが、この時、ガンノスケ、小眼兄弟にも彼女がいることを知っていた花とは、これ以上のマスコミ報道の加熱を回避したい子も、あり、読売テレビに、 結婚式のテレビ中継の企画を打診する一方、劇団のデモンストレーションにもなるから、と本人たちを説得。こうして1960年3月1日、当時としては、前代未聞に等しい、三組合同による、テレビ結婚式が放送された。陽子は、肩肺を失いながらも、必死に働く大村を日々献身的に支え続けた。 二人の出会いのきっかけとなった愛の参加を陽子が歌うと、その当時のことを思い出し、今でも大村は涙を流すという。しかし、結婚生活がすべて順風満帆だったわけではなく、結婚して10年を経た頃、大家族を切り盛りしなければならないストレスと、多忙を極める夫とは会話も、ままならない、というすれ違いの生活からついには、置きテープを残して、 発作的に家出を結行し、知人を頼って、単身飛べ。立花の家と双方で騒動となり、右予曲折の末、両家で空港まで迎えに行くという、事件を起こしている。この出来事以降、大村は、家事を手伝い、自分の身の回りのことは自ら行い、夫婦のコミュニケーションに努めるなど、模範的な夫へと、改心し、夫婦の仲は、より深まったとしている。 陽子は日本にネイルアートを普及させた功労者の一人としても知られている。1985年、その美しさに魅せられ、本場アメリカで技術を習得。その後、ネイルサロンを開設し、更新の育成にも努めた。1986年には、徹子の部屋に出演。司会の黒柳徹子にインタビューを受けながら、エアブラシで黒柳の十指にアートを施し、 その技術を紹介している。元、日本ネイリスト協会、名誉会長。その後2000年に、ネイル業界から引退。2001年以降、イタリア語とカンツオーネの勉強のため、毎回イタリアへ留学している。2003年からは、本格的に、本場のカンツオーネナポレターナを学ぶためナポリに、毎年渡航、関西を中心に、カンツオーネ歌手。 岡村陽子として活動している。大村との間には二男を設け、長男、住みはは日本でも、有数のブルースリーマニア、グッズコレクターとして知られており、次男、政治は、映像クリエイターとして活動している。また、次男の妻は、元、宝塚歌劇団男役で、初代中組組長だった、大峰舞である。2010年3月1日には、 結婚50周年を迎え、大村婚と洋子の金婚を祝う会が盛大に催された。大塚製薬工場の大兵器が、大発工業提供のやりくりアパートでは、三輪自動車、ミゼットの生 CM で、笹十郎、佐川一郎と社名を連呼し、売り上げに貢献した。この当時、コちゃんミゼット倒れているよと声をかけられ、 しばしば路上のミゼットを起こしに行くこともあったという、大塚製薬とは特に縁が深い。きっかけになった、トンマテングは、大塚製薬の一社提供で、役名も、オロナイン南高をもじった、オリョナイン南高その後も、オロナミン C 等の大塚製薬の、各 CM に出演。生は、オロナイン名は南高嬉しいとメガネが落ちるんですよ。オロナミン C は、 小さな巨人です等の CM コピーで知られる。昭和40年代には街中にソフトボーにずれ落ちたメガネ姿でオロナミン C を手にする大村の放浪看板が設置された。その看板のインパクトは抜群で大人から子供まで知らない者はいないまでのものとなった。創業者の大塚家とは親戚同様の付き合いであるという。大塚製薬はもともと 徳島県発祥の企業であることから、毎年夏に行われる、阿波踊りには、大塚関連の企業連に、夫婦で参加。大村はこれを30年以上続けている。このほか1970年代に、玩具メーカーエポック社の CM キャラクターとしても、活躍し、ちびっこのアイドルと称されていた。大村コント、三木のり平風帽、芸風などが似ていることから先輩である。 ミキノリヘイとは間違えられることがあった。実際、ずらした、ロイド眼鏡はミキをヒントに使用し始めたが、ミキは、大村を弟分として、可愛がっており、トンマ天狗では、大村の父親役で出演した際に、これから先も美眼鏡をかけてやるなら、やっていいよと芸を、大村に譲り、これ以降、メガネを使用することを、一切やめた。 1992年にスタートした山村美佐サスペンス赤い霊柩車シリーズでの山村公用とのコミカルな掛け合いで見せる傍ら、子育て、家族、夫婦関係、健康などに関する講演活動やコメンテーターなどを務めている。趣味、特技は、相撲観戦、日本舞踊、殺人、メガネの収集。今の村内、大村座神戸育ちで田舎を持たなかった大村は、 自分の田舎を持ちたいとの夢を長年抱き続け、これを実現するため本走阪神、淡路大震災の影響で耐震構造を取り入れるなど中断を余儀なくされたが、1999年5月1日に、兵庫県笹山市に芝居小屋付きの主屋、大村座を中心に、資料館、屋外ステージなどが併設された、コミュニティ、 今の村を総費用1億3000万円で建設し、夢を実現させた。自分だけでなく、都会に暮らす人、地元の人も一緒に楽しんでもらえる、田舎を目指しながら、タレント、芸人養成の拠点、四季の表情が豊かで風光明けみな景観を活かした、ドラマなどの撮影場所協力、ミゼットなどのオート三輪のレンタルなど、多角的な運営を進めたが、6年目からは、 赤字経営となり、やむなく、改村から10年後の2009年9月23日を、もって閉村。2016年現在、村は、売り家中になっている。この他日本でも、有数のメガネコレクターであり、そのコレクションは、福井県鯖江市の、メガネミュージアムで見ることができるほか、芸能界随一の広角家としても知られ、大阪場所や、名古屋場所では、 砂かぶり席で観戦している様子が NHK の相撲中継でそのまま放送されたこともある。力士との交流もあり、エナ・サクラ・と信仰が深かったほか、上述の近婚を祝う会では、後見森清彦が招かれスピーチを述べている。舞台公演で全国各地を巡演していた頃は、公演先の各地にすぐ通院できる。 かかりつけ医的な病院を確保するようにしていたが、いつしか、その診察券が、コレクションのようにたまり、趣味の一つになっていた。腹部周りを引き締めたいと考えるようになったことを、きっかけに、86歳だった2018年、春頃より夫婦で、筋肉トレーニングを継続している。ザ・ドリフターズのリーダー、イカリア・チョウスケとは、同じ青年月ピであった縁で交流があった。 大村が東京での仕事でイカリアと出会って交流が始まり、その直後に自身の誕生日が大村と同じということを知った。イカリアが大村に電話をかけ、その会話上で誕生日が全く同じなんだってね。では、どっちが早く生まれたか調べようぜ。と言われたことで調査を開始したが、大村とイカリアが誕生した時間を大村の母に聞いてみたところ、大村が朝方に イカリヤが14時55分に生まれたことが判明した。これを機に、イカリヤは、大村を兄貴と慕うようになり、以後、年間に数回程度ではあったが、イカリヤの死去までの間、主にプライベートで交流していた。その反面、仕事面での互いの交流は、ほとんどなかったものの、大村は主に、関東方面で仕事をする際の相談相手が、イカリヤであった一方で、 イカリアにとっては、数少ない関西在住の友人であった。チャオ。トッポジー女子会の大村コンの方に、ジー女が乗っかっている他多数赤い霊級者シリーズの一級総裁ディレクター、秋山役として、葬儀会社へ出演したものイカ各地の CM 内容は同じものである。ありがとうございます。